えー、埼玉県大宮の鈴木歯科院です2023年になりましたまだ30分しか経っていませんがさて予防歯科の話でリスクファクターの話をさっきしましたリスクファクターがいろんなのがあるんですよねあの唾液の話しました唾液が全然少ないとあの口の中が難しいこと言えば酸性に傾いて歯が溶けるよ唾液がそれを また元に戻してくれて、中性に戻したり、お口の中をなるべくア,アルカリ性になったらいいなと。ね。あの、レモンばっか食べてると、極端言えば、レモンとグレープフルーツバン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 食べてると、下がってって、また唾液が出て薄くなってったなと思ったら、またレモン食べてる人。ね。三色紙みたいな人ですよ。極端言えば。三色紙。もう、またこうた、レモン入りコーラ。 レモン入りコーラ飲んでます。またレモン入りコーラ飲んでます。レモン入りコーラ飲んでます。ね。それもそのコーラを今回パート2、食事編が絡んできます。じゃあそのレモン入りのなんかのレモネードでもレモンスカッシュでもレモンジュースでもいいですよ。炭酸入りさらに。酸が入ってますよね。炭酸で。ね。あの予防のすごい大科の先生とかアメリカとか行けば予防の教授とかがいますけど そういう人たちはもっとこのこのキャンディーとかこの食べ物とかこのジュースとかミネラルウォーターでも何でもいいんですけども pH いくつだって調べてね π はが中性とかだと6.7とか6.8とか6.9とか中性がね π は7だとかねでもっと8910とかいくとアルカリ性えー、溶ける方溶ける方は pH がどんどん4。 ペーー3、ペーー2。ね。もう硫酸。硫酸でも手突っ込んだら手が溶けるみたいな。あの、中性洗剤。中性洗剤。ね。中性洗剤でお皿洗います。ね。で、えー、っとね。あのー、中性洗剤で洗濯します。ね。わかりやすい。よく中性って言ったら洗剤ですよね。 サアルカリ性の洗剤とかって言ったら何って言ったら、トイレのハイターとかね、アルカリ性、次亜塩素酸が入ってますね。次亜塩素酸って言ってるくせにアルカリなんだみたいな。あの、カビハイターとかね。うん。で、トイレのサンポールってよく昔は、ね、トイレのサンポール、トイレのサンポール。サンポールは酸ですね。うん。 あの酸のね洗剤ってあんまり少ないですけどあの裏見れば酸性あのアルカリ性のものと合わせると毒ガス出ちゃうんでやめてくださいねって気をつけてっつってだからサンポールとなんかこうえハイターみたいな漂白剤漂白剤ハイター,えーワイドハイターでもえーそういうトイレ洗剤でもトイレのサンポールとえーワイドハイターみたいなこう なんだドメストみたいなああいうトイレの漂白次亜塩素酸系が入ってるとかそういうものを混ぜるとダメですって、ね、こうやって酸性は溶ける中性になって唾液がブワーって植えてまた酸性になると歯が溶けちゃうこれがレモンガブ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 食やると歯が溶けますよねだから食生活で「あなたすんごい炭酸飲料飲んでますね」 でその炭酸をよく調べたら PH がすんごい低いものでしたジュースの中でもレモンジュースだったりすんごい炭酸で PH がいわゆる低い食べ物歯を溶かしやすい濃度のものっていうのがあるんですってミネラルウォーターでさえ国が違うと PH4 だとか言ってましたねへえと思いますけど何水道水の方がいいとか言ってましたね 水水道水の方がもうちょっと普通だってあれはあのカルキ塩素が入ってるから中性だったりちょっとね塩素のおかげでそっちの方がいいって逆にミネラルウォーターで国によりますよ日本の日本のえっ、ー、とアルプスの天然水とか富士のなんとかとかいろんな天然水のミネラルウォーターを PH 測ったらいくつだっていうのはちょっと僕は分かりません。あのジュース ジュース会社、飲料水会社のものではないんで。で、あの、炭酸飲料のあのメーカーが、このメーカーがってって、それで何が悪いっていうよりは、ガーッと飲んで、はい、終わり。ね。それだったらいいんだけど、一日中小分けにして、小分けにして、小分けにして、小分けにしてって飲んでると、要は口の中が溶ける環境がしょっちゅう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 あるから、それを365日、 もうちょびちょび、ちょびちょび、ちょびちょび砂糖入りコーヒー飲んでます。もうちょびちょび、ちょびちょびペットボトル常にポケットに入れて、スポーツドリンクガンガン飲んでます。いや、だって僕サッカーの選手ですから。いや、僕スポーツ選手です。もうプロですから。いや、僕マラソン大好きで、もうしょっちゅう走ってんですよ。もう一日中歩くのが好きで。僕も登山とかが趣味で、もう一日中、もう下手すると12時間歩けますよ。12時間ですよ。アホみたいに。 あの夜中の12時から夜中に出発してでお昼の12時に下山みたいなぐらいのねアホみたいな夜中の3時に出発して真っ暗の中から山登ってで夕方のね3時4時になってやっと着くみたいなもう12時間12時間も運動してると10時間も8時間も運動してるとですねその間あのスポーツドリンク飲んでないと。 脱水症状を起こしちゃうんであの飲んででななきゃいけないけもそれを毎日繰り返してるようなスポーツ選手がいたとしたらそれはアメリカの予防士官の先生もあのスポーツドリンクの中に砂糖が入ってるからあれもずっと飲み続けるとやっぱりそれはそれでただ絶対悪いいわけじゃない世の中のスポーツドリンク飲んでる人とかもう世の中のジュース飲みまくってる人がみんな虫歯かって言ったらそんなことはないですよね。 あのそれ以外の要因でちゃんと唾液が出て唾液干渉能でね唾液でちゃんと収まってるプラス家帰ったら歯磨きしてる僕がずっと山の中に毎日毎日毎日いてあのスポーツドリンクをガンガン飲んでですよあの初冬スクロース砂糖が入ってるね 裏見たらスクロースとか書いてあったり書糖が入ってたり砂糖が入ってたりブドウ糖とか入ってたりする飲み物全然ありますよねそれでいて山の中であの全く歯磨きしてませんもう1ヶ月間山の中にいますあのもう連泊してますみたいなねそしたらもう歯ボロボロになりますよ歯周病にもなるでしょうね歯磨いてませんみたいなそれでいてもうあのそういう生活で で、だんだん喉が渇いて脱水症状になって唾液が出てません。歯も磨いてません。それでいてなんか砂糖の多いものは食べてます。飲んでます。そしたら確実に虫歯と歯周病が発生するでしょう。これは今、極端な話です。なので、あの、確かに予防歯科の先生っていうのは、 あの極端になればなるほど砂糖がすすごいい敵みたいな感じの存在をしますよね逆にキシリトールはいい、ね、再石灰化のキシリトールはいいキシリトールガムはいいよ、ね、もちろん正しいんですよただそういう先生たちでもですね「別に砂糖入りコーヒーを飲むな」「スポーツドリンク飲むな」「キャンディー飴を食べるな」「ポテトチップスなんて絶対ダメだ」「ジャンクフードはもう絶対やめろ」 ね、あのハンバーガーのあ,あの会社のはもう絶対食べるなみたいなねまるであの医療の方で何か病気の予防でがんになりたくなければあれを食べるなみたいなよくありますよねあれを食べるともうすごい体にいいらしいもうバナナ食べればバナナダイエットみたいなのとかココアを食べると何かいいらしいとか食物繊維が入ってるからとかまあそうやっていろんな時々によって流行りがありますけども。 それと違って別にあのそうじゃないんだと10分でコーヒー飲んで「はい終わり」って言ったらいいんだ。10分で普通にジュース飲んで,であと朝昼晩歯磨きしてで唾液が出てるっていう状態だったらいいんだと。あのそれがね今の僕みたいにこうやってちょっと寒くて、えー、12時半の夜中で,でエアコンかけてて。 空気が乾燥しててでこうやってちょっと喋ってて口の中カラカラでで唾液がどんどん減ってる環境であのそれでいて砂糖入りの飴を食べてですね口の中を潤すためにもう一日中ずっとキャンディーを食べて唾液が出るように砂糖入りキャンディーそれでいてそのキャンディーがレモンキャンディーそしたら酸性に傾きやすいですよ。酸、ね、酸っぱいなんかこう酸っぱぱいいキャンディーで どんどん1日中るだって言ったら歯が溶けます虫歯にもなりやすいでいて歯磨きしてないねあのそういう食生活が今のは何言ってんのつったらパート t 1でも話しました唾液が干渉ので歯が溶けるのを唾液が出ることによってまた元に戻すこれで歯磨いてればいいのに またこう下がっちゃうような食生活をしてダラダラ食いをやめなさいダラダラ食いをやめなさいダラダラ食いをやめなさいあのダラダラ食いすると酸性にすぐ傾いちゃってせっかく戻ってきて唾液が薄まってくれたのをまた戻しちゃうからダラダラ食いはいけないってどの YouTube 見ても歯医者の先生が予防歯科の話してたら絶対言ってると思う pH がどうのこうの pH が下がるとかステファンカーブがどうのこうの それよりいダラダラいやめろみたいなであの極端言えばさっきみたいに砂糖入ってるのはよくないって言うんだけどとにかくかといってですよまるでねタバコ吸ってる人にタバコやめなさいってもう雑に言うのと一緒お酒好きな人にもう明日からビール飲むなと禁酒,禁酒しなさい禁煙しなさい禁砂糖みたいな禁、ま、もう禁ハンバーグ ハンバーガーガ金レモンスカッシュもう金オレンジジュース金スポーツドリンク絶対ダメみたいなあのゲームやめなさいって一緒、うん、もうゲ,ゲームやんないなんてありえない僕らだったらはいスマホ禁止みたいな LINE 見るなみたいな YouTube 見るなみたいなあのそれはきついってやつですよ日中 スマホ見てるんじゃないみたいなことと一緒だと思ってください面白いですねあ、そういうセミナーあったら面白いですよもうついライン見ちゃうあの勉強させたいのについ youtube 見始めちゃう高校生が勉強しないからあの全然成績が上がらないのと一緒なんですけどそれが唾液の干渉のと似てますねスマホをしょっちゅう見てると せっかく勉強してやる気が上がってきて勉強勉強勉強ってしたいのにまたスマホ見ちゃって YouTube 見ちゃってぶわーってなんかやる気が下がってってでまたやろうかなーと思ったと思ったらまたスマホ見て LINE で LINE チェックってで YouTube 見てスマホ見てで、テレビも見ちゃってまたやる気が下がって学力がこう下がってくあのこの話はわかりやすいかもしれないね ちょっと健康になってきたなーってやる気がなってきたなーって言ったらタバコバカバカバカってすれば健康度が下がるみたいなね、うん、それと一緒砂糖の入ってるコーヒーをダラ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 ペットボトルに入れて一日中飲んでるダラ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 もうなんか砂糖入りのものを食べてる飲んでるポテトチップスをもう小分けにしてパリパリ食べてるあのカバンの中におつまみ入れて 一日中しょっちゅう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 間食としてエネルギー源補給とか言って食べてるあのそれは毎日やってたらやばいと思いますあのスポーツしててもですねあのまた山登りみたいなそういう話もありますが山登ってる間とかはですね一日8時間9時間とかずーっと山登ってるとですねエネルギーが足りなくなってくるんで必ず間に間食を入れなきゃ あの体のエネルギーがないからすっからかになってくともうフラフラしてきて血糖度が下がったりエネルギー不足であの体力が落ちてきちゃうんでスポーツドリンクでちゃんと塩分とかそういうのもとってで水も補給して完食することによってエネルギーも補給しなきゃいけないそれは重要なんですそれを毎日毎日歯を磨かないでやってると唾液干渉脳でそんなことやってても。 もうしょっちゅうしょっちゅう口の中が酸性に酸性に傾いて歯が溶ける虫歯生活を送ってるスポーツしてるような感じになっててで歯も磨いてないでっていうのを365日やってる人なんていないと思うんですけどただ他のスポーツでそういうスポーツがあるとしたらその人はよく歯磨きしてたりしないとダメですよね。それでいて年齢が上だったら危なっかしい年齢が上って言ってもそれが75歳80歳の人だったら。 本当に唾液,の干渉量唾液が少ないんでそれか花粉症の3月の時期2月の時期に花粉がすごい飛んでるその時に鼻の唾液あの粘膜をあの抑える薬を飲んでたり他のいろんな薬をあなた飲んでませんかっていうのでいちいち問診でかちゃんと効いてるっていう深掘りする人はあ,のあまりいないと思うんですよねそういう先生。 えっと、そういうアメリカとかのものすごい細かいところとかだともうアンケートでもうチェックですよねあなたの食生活ん難しい言葉で言えばカレースチェックシートをちゃんと出して、えっと、あなたの食生活1日何回歯を磨きますか食事は1日何回しますかその後歯磨きをしてますかフロスをしますか歯間ブラシはしますか えー、マウスウォッシュはしてますか、えー、フッ素はフッ素入りの歯磨き粉とかキシリトール入りの歯磨き粉とかキシリトールガムを食べますか、ね、すごいですね、えー、歯磨き粉は何を使ってますかどんな歯磨き粉を使ってますか研磨剤入りですか研磨剤なしですか、えー、どんな飲み物を飲んでますかどんな食べ物が好きですか えー、ラーメンとかあのそういうものは多く食べますかポテトチップス食べますかチョコレートが大好きですかあの酸の強い炭酸飲料の酸の強いものをよく飲みますか、えー、レモンとかそういう酸っぱい柑橘類のオレンジジュースの酸っぱいの好きですかレモン入りの何か飲み物大好きですか、えー、あとはですね今度は歯周病も入ってくる,るとしたらですよタバコは吸いますかうん。 定定期期的にに歯医者さんにはどれぐらいの定期検診で行ってますか、ね、すごいですよね。あのいや毎月行ってます。いや2ヶ月に1回です。いや3ヶ月に4ヶ月に1回です。6ヶ月に1回です。1年に1回です歯医者さんに定期的に行ってますかこれスクリーニングチェック全部細かくあとはあなたの家にある歯ブラシ見せてください。今度持ってきてください。 あなたのの歯ブラシの毛の柔らかさ毛先の形ツンツンしてんのか、えー、ツンツンしてないのか、ね、あとは歯ブラシのあなたのこの歯ブラシの毛先が柔らかいのか固めなのか普通なのかどんな歯ブラシのしてるのを見せてくださいどんな歯ブラシの仕方をしてますか歯ブラシの仕方も全部教えますねすごいですよねであとは フロスもどんなフロス使ってるんですか歯間ブラシどんなの使ってるんですか歯ブラシこういうの使ってるんですかとかフロスは使ってますか歯磨き粉はどれ使ってますかこれですかいやそれでもこれですかねいやそれともこれですかいや四角過に出てますね歯ブラシ硬すぎますね柔らかくしてください。 シュミテクト使ってくださいとかいやこっちにもシュミテクトの成分ね硝酸カリウム入ってますからこれでもいいですよいや茶渋がすごいからじゃあホワイトニング系いきますかいやこっちもこっちでシュミテクトと、えー、ホワイトニング追求なんでこっちもいいですよいやこっちは地殻過敏を起こしてるんですからチェックアップスタンダードの低研磨使いましょうとかいやチェックアップのスタンダードはキシリトールが入ってるんでキシリトールで再生化であなたには歯磨粉はこの方がいいとか いやあなたはこれでいいですとかねあなたの使ってる歯磨き粉と歯ブラシとフロスどんなフロス使ってんですかどんな歯ブラシですかねあなたのお子さん虫歯になりやすいんだったらハイドルキシアパタイと入ってるアパキッズこれ使ってみてくださいねえ,え何えー、っとラムネ味がイチゴ味が嫌いじゃあグレープフルーツが好きなんですねグレープフルーツ使いましょう あ、じゃあ、これじゃなくて、これはね、あの、トレハロースキシリトールと、ハイドロキシアパタイと入ってるんで、これ使ってみてください。ね。あの、いろんなのがあるんですよ。いやいやいや、クリニカの普通の歯磨き粉でいいですよ。ジェルタイプもいいですよ。無研磨もいいですね。あなた、知覚過敏すごいですね。これ全部スクリーニングです。だから、食生活も全部効くの。あの、もう何食べてるのってね。すごいですよね。 で今のは虫歯予防のカリエースチェックで今聞いてたり「あっ知覚過敏ですね」とこれ歯周病が入るとさっきのタバコ1日何本吸いますかタバコ吸ってるんですね1箱ですか2本ですか3本ですか電子タバコですか紙タバコですかうがい薬使ってますかねどのうがい薬を使ってますかリステリンですかそれともクリニカですか それともガムですかえいろんなのがあるんですよいやリステリンでも歯ぐきケアと虫歯ケアとトータルケアとありますコンクールでもクロルヘキシジンが入ってんのと、ね、こっちのガムだと CPC 配合で IPMP 配合の、えー、モンダミンだったらいいんじゃないかとかもううがい薬をどれ使ってんだとか歯磨き粉はどれ使ってんだ歯ブラシはどれ使ってんだ ね、いやシステマの電と EX のシステマ使ってくださいね毛先が柔らかいですよあなた知覚過敏起こしてますねこれねあのその人の話をスクリーニングしてアンケートしてチェックして事細かにこうチェックしたら確かにその人のただダメ出しが出てきてねやんなっちゃうかもしれない。うん それかこの最初の話だけで1時間2時間その人と話したら確かに完璧かもしれないけどでも変えられるかもわからないし逆にこうやって話したことによっていや今21分話してるけどもうこの先生うざいとうわもうこんな聞かれてねタバコやめろとかビールやめろとかアルコール取るなとかもう砂糖取んなとか。 いやもうコーラやめろとかいやもうジャンクフード食べるなとかラーメン食べるなとかねもうフロスしろとか言われてもフロスめんどくさいとか思ったり歯間ブラシ全部やれとかいやもう毎月毎月あの歯医者来なさいとか3ヶ月ごと来なさい6ヶ月ごと来なさいでもとてもいいことですよあの6ヶ月ごととか3ヶ月4ヶ月でリスクファクターによってあなたは3ヶ月後来た方がいいですよ あなたはヶヶ月後2ヶ月後後来たた方がいいですよただここ2年間コロナでしたあのコロナのせいでですね高齢者の人が毎月あの来てたり2ヶ月ごとにあの歯医者さんに来てたのがやっぱりなかなか来れなくなっちゃったとか子供たちでもいやもうわけのわかんないコロナウイルスだからちょっと病院とか歯医者行くのやめようみたいなついついこれでねすいません1年ぶりにあの 歯医者来ました定期チェーンンンでって言って子供連れてくる人あのやっぱりそうやって歯医者離れしてる人病院離れしてる人僕もね人間ドックね2年間受けませんでした2年か3年ぐらい受けてなかったこの前人間ドック久々に受けました、うん、なんでかって言うと大きな病院とかそういうところにもうなんかめちゃくちゃコロナ流行ってたんで人間ドック行ってなかったですね なんかもうゴホゴホしてる人がもう隣いたりもうなんかそういうのでうずったらやだなって勝手にお医者さんじゃないから思っちゃうんですよ。ねあのなんか行くのあれだなって言って人間ドック全然行ってませんでした、ね、行ってない間にすごい食生活とか運動不足だったりしたら「体の血液あなた悪いですね食生活の改善をしてください」って言われましたねで え食生活を変えてくだださいねだけでしたその一言。言ほかのところは大丈夫ですよでもまあまた来年来てくださいわかんない来年行くのかなみたいなすごいこんな1時間も30分もいろんなこと聞かれて言われればあ分かりましたじゃあラーメンは食べませんというかあんまりラーメン少なくします、えー、ジャンクフードも少なくしたいと思います、えー、っと走ったり運動したりするのをまあなるべくするようにします 1>, えっと1年後には必ず1年に1回人間ドック行きます、えー、っとあとこれとこれと、えー、もうタバコはもうやめたしみたいなタバコはもう吸ってませんとか、えー、もうあとは何だいまるでまた髪の毛伸びたら髪金に来てくださいのと一緒ですねまあいろいろなんですけどねまあそうやってアンケートをすればするほど。 ものすごいその方に寄り添った問診をすごくすればするほどいいんですけどまたこれでねあの今 YouTube で話してますけどこれいいんでやってたりまあアメリカだったらこれが自費なんですよで回この話するだけで「はい4万円です」みたいな400ドルですすごいですねあのレントゲン取ってまたいろいろカウンセリングして次も4万円です 毎回4万円ですみたいなねあのついでに治療が始まって10万円ですみたいなあのそうやってお金が高いところもあるし日本でもこれでねまずはこのスクリーニングであのやるんでこれはちょっと保険じゃありませんねあのこんなに長く話して、えー、今日はカウンセリングなんで「はい会計3万円です」って言われたらちょっと引きますよねでも現にちゃんとやってるところもあったりするんですその代わり自費ですね あのあなたの唾液成分がとかもう本当は歯周病の専門からすれば、えー、とまあコロナも今ありますから別に唾液取ってとかいうので唾液にコロナ菌入ってたらやばいですからまあインフルエンザでも何でもねあの唾液チェックしたりとか細菌チェックするところもあるけども歯周病の先生の専門とかでまあいろんなセミナーを受ければですねいや別にそんなにこう唾液検査とかあのなんだえー 最近を全部徹底的に調べてそれでいてあなたに合った抗菌剤を出しますみたいなそういう先生もいるんですけどもそれに関してそれで歯周病専門の教授の先生方から言わせればいやそれはそこまでやるべきではないんじゃないかとか集団的スクリーニングで100人の人を対象にして検査するにはいいかもしれないけど。 僕のこの歯のここにいるとかあっちのっていうなるとそんなことよりも今みたいな食生活の改善をしなさいとか唾液が出てる出てないのをスクリーニングをしてそこの原因が薬なのか年齢なのか何かあとは今後は遺伝子でも分かるだろうと言ってましたけどね。ねで食生活がどんな食生活でダラダラ食いをしてるのか。なぜ虫歯ができて あのまたペーハーが下がって唾液が全然出てないか出てんだけどまたダラダラ食いをしてるのかどんな砂糖を入れてる食べ物をすごく飲んでたり食べたりしてるのかそれを飲んでもいいんだと食べてもいいんだとダラ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 するのをやめなさいとお昼昼朝昼晩食事をして完食はしてもいいけど歯磨きしろとかねあのー 完食してんだけどもダラ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 ずーっと一日中一日中やってるとどん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 歯が酸性に傾いて歯が溶けるんでそういうダラダラ食いをやめなさいとねタバコはやめた方がいいよとまあこれ歯周病のリスクファクターですけどタバコほんとやめた方がいいとかねうんあのー、あとはあのー その国によるんですけどめちゃくちゃ低い pH のものすごい酸性度の低い歯を溶かしやすいジュースっていうのがその国でこの日本の国だったらねどのジュースメーカーのを調べてみたら多分分かるんですよこのジュースは最悪だっていうあの僕が予防歯科の対価だったらあのセミナーだったらねあのそのメーカーには悪いけどこの炭酸ジュースのこの砂糖入りのこの砂糖知ってますか めちゃくちゃゃく歯が解けるんですよこれはもう日本からなくなってほしいって言うかもしれないっていうねあのいやこの食べ物このポテトチップスあのこの食べ物このまあこの果物のペーーこれをしょっちゅう食べてる人はたまにっていうのにしなさいとかもう10分で食べ終わりなさいね砂糖入りのコーヒーをブラックにしろっていうのもいいかもしれないけどそれかね 甘味料人工甘味料でも人工甘味料の人工甘味料がガニラとか言ってこうすごくあの細かい方も確かにいらっしゃいますよ人工甘味料は良くないあのゼロダイエットコーラダイエットコークっていうのがえっとねゼロコーラ、うん、ゼロコーラゼロペプシー何でもいいですよあのー、人工人工甘味料の入ってるジュース人工甘味料の入ってるものだったら確かに あの砂糖じゃないから砂糖じゃないんでつまり初等スクローススクロースが良くないんだっていうのを言ってましたけどもだからねだからほん笑い話ですけどよくそういうのでね日本よりもものすごいあの砂糖を取る文化が多い国っていうのは日本以外めちゃくちゃ多いんですよ。あのそういった意味でも じゃあその人たちが何て言うかって言ったら「先生明日からあのダイエットコーラにします」とか「ダイエット版うん何でもいいですよダイエットなんとか」ってよくあるんですよ。まるで牛乳だったらあっち行けばファットフリーで脂肪の入ってない牛乳っていうのが全然普通に売ってるのと昔から売ってますけど今だって日本でもあの低脂肪牛乳ね 「まるでお医者さん行って脂肪のないものを取りなさい」って言ったらあ「じゃあ明日から先生私は普通の牛乳をやめて低脂肪牛乳か無脂肪牛乳って無脂肪牛乳の、えー、ヨーグルトを買ってでビールは、えー、糖質ゼロにしてね売ってますねそういえばね僕ビール全然飲まないんでうちの妻があの糖質ゼロの飲んでますけどよくプリン体ゼロとか糖質ゼロとかえー とにかく糖質の低いあのパンを食べるとかパンでも今菓子パンで糖質がすごい少なめのアイスとか糖質が少ないもうあれがつまり糖糖尿尿病病を防ぐって意味ですよね糖尿病だからカリ,エスクカリエスのこの虫歯予防にもなる砂糖を少なくする食生活は糖尿病の人の体質だったらついでにいいかもしれないですね。 だからこれ見てるお医者さんがいたら糖尿病専門の内科の院の先生だったら「おそれ虫歯予防でもあるけどあの糖尿病体数の人にもいいよ」って「うんいいねそれ」ってで逆に僕が糖尿病の人のセミナーを見たら「あ虫歯にもいいかもしれない」っていうのと一緒ですね、うん、禁煙のなんかこう肺がんの禁煙率はタバコがあると良くないって言ってるセミナーを見たら あそれ歯周病にもいいねっていうのと一緒、うん、まあそういう感じで結構食生活っていうのが重要なんだよっていうのを30分にわたってだから今パート1で唾液の干渉の酸性中性ペーハー唾液が出てる出てないの話とあなたの食生活からお薬からそういうものを聞くスクリーニングアンケート の紙でででももんいいんですカリ,エスリスククチェックプラス何かもう一つの問診があるとしたら刺繍病のリスククチェックもうでこのパート2で食生活も全部聞いてで歯周病だったらたさらにねタバコだなんだもう全部歯磨きから歯ブラシの種類から全部聞いてねえで最後にはもうキシリトールタブレットは明日から食べなさいとか言って。 「キシリトールは何回食べるんですか?」って言ったら「今度スウェーデンの予防士科の先生たちだったら朝昼晩寝る前とか言って1日4回です」とか言って「あなたの子供とかあなた自身もキシリトールタブレットキシリトールガムそれを1日4回は食べなさい」「キシリトール入りの歯磨き粉を選びなさい」「キシリトールだキシリトールだキシリトールだ」って「フッソフッソフッソ」っていうよりもキシリトールキシリトールキシリトールね歯磨き粉 確かにハイドロキシアパタイとか入ってる歯磨き粉選びなさいって言ってあの再をすするんででいいですよ、ねあのー、もうね頭こんがらがらるでしょでも本当に予防歯科をものすごく気合を入れて患者さんに語るとしたらチェックをしたり問診をするとしたらねうん1時間じゃ。 1>, 1時間じゃ足んなないいのかもしれない1時間話して1時間聞いてそれを長年また3ヶ月半年ごと来なさいあなたはリカリエスチェックのした結果リスクファクターが低いから年に1回でもいいよあなたはカリエスチェックがモデレート中くらいだからつまりミディアムっていうのかなミディアムだったら中くらいのカリエスリスクだったら歯周病リスクは高いかもしれないけど。 まあ、半年に1回でいいよ。あなたは、あの、カリエスリスクが、ロー、低い。あなたはカリエスリスクが低いんで、あの3か月から2か月後、えー、あ、じゃない、じゃない、じゃない、カリエスリスクが、ハいだ。カリエスリスクが高いから、もう3か月後、2か月後、1か月後、来なさい。ね、フッ素。あと、フッ素を塗ります。3か月に1回はフッ素を塗ります。6か月に1回はフッ素を塗ります。特に子どもたちだったらね。 そんな感じで大人でもフッ素バーニッシュとかフッ素のコーティングとかあの高濃度フッ素とかのフルオールゼリーって日本はありますけどねそういうのをするのもありだと思いますうんだからこれをね僕思ったんですよいちいちこれをね全部の患者さんに話をしてスクリーニングをしてこれをやってたらあの1日がすぐこの話するだけで終わってしまう。 これが保険じゃないんです、えー、もうこうやって会話する時間で1時間あなたと話したんで3万円です5万円ですみたいな自費、えー、診療なんですなんて言ってたらもう逆にこれでね毎日ねいや先生歯が痛いんで早く見てよってなりますよねいやいや今日は歯周病でいや銀歯が取れていやいやここが腫れたから。 もう今すぐ根の治療してほしい痛みがすごいんで親知らずが腫れたいんですよもう銀歯取れたから戻してくれとか歯が欠けたんでとかすごいここが地下花瓶で歯がしみて虫歯なのかわからない先生早く見ていやそんな話はどうでもいいのって言われればすいませんでしたあので会計で3万円ですなんて言われたらもう,もうこの辺じゃ来ないみたいな感じになっちゃいますよねあのそういうところに喜んでいく先生もいるでしょうけどあの患者さんもいるかもしれないけども 僕だったらこうやって YouTube でこうやって話して「なるほど」っつってそれでいてその人がね北海道の人だったらどの道来れなないいじゃないですかだからこれ一生懸命聞いてる人だったら「ああ私北海道だけど先生の話聞いてよく分かりました」「ああ確かに食生活変えようかな」「唾液か」「あそういえばあの薬飲んでるな」とかじゃあ今度内科の先生にこうもうちょっと副作用で唾液の,あの減っちゃうような粘液の減っちゃうような。 薬薬じゃない薬に変えてもらおうかなもうちょっとあの砂糖入りのジュースを飲むでもパパって飲んでだらだら一日中飲むのやめようとかあのまあなるべくだったら終病だったらあじゃあタバコやめようとかフロスをかんあの使うようにしようあの歯磨き粉のあの YouTube 見たんで歯磨き粉の知覚過敏版虫歯版歯周病版いろんなのありますよね。ででああれにしようこれににししよよううこの歯ブラシでも あ,あの歯ブラシに変えようとかそうやってやって自分の食生活、えー、食事の仕方1一日の歯磨きの回数でついでにキシリトールガムかむかのとか、えー、そうやって唾液食事編今いろいろ長く話しましたもうねこれも変えられない人は変えにくいですよでもこれを聞いて あのどれだけの効果が出るかは分からない人によるからあのこれ僕たちもこうやってアメリカの先生のセミナーとかを聞いてよし明日から一生懸命あの患者さんに話そうと思ってもだん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 そのことを忘れてってだんだん話す熱量が減ってってそれでいてこの話をず毎回やってたらいやもうもう医院が回らないなもう後ろで待ち合室で患者さんが全部待ってると。 もうさあの先生なんかもう話が長くて全然虫歯の治療してくれないとついでに会計したら保険じゃなくてそのカウンセリング料でいくらだって言われたみたいなねそうなってっちゃったらダメじゃないですかなのでだったら院に来る前にこういう YouTube を見てですねであの沖縄から北海道からいろんなところでこういう話をしてる英語の先生もいるかもしれないしそういうので今 YouTube で一生懸命話してる先生たちがどん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 増えてるから こういうので予防歯科とはっていう YouTube 見てですね「うんなるほど」っつって,ってもうこれだけで多分予防歯科になってっちゃうような気がするんですよね。で歯周病の YouTube もいろんなの見てあ歯周病がでも歯石とかプラークとかそういうのは診療して取んなきゃダメじゃないですか。でもこういう YouTube はあの話すことによって話を聞くことによって「うんなるほど」って。 これコロナの時もお医者さんたちが YouTube でいろんな話してますよね。なるほどワクチンについてのことがよーく分かった。ああ、こうすればあの病気にならないんだ。こうすれば心臓病。こうすれば、えー、脳梗塞。こうすればアルツハイマーが予防できる。こうすれば風邪をひかない。こうすればコロナにならない。こうやったら、あ防げるんだな。胃がんにならないためには1日何杯コーヒー飲めばいいんだ。コーヒーは胃がんに効くの効かないのどうなのみたいな。 あのねそうやってどうやって血圧を下げるんだろう血圧下げるってどれぐらい運動すればいいんだろう走ればいいの歩けばいいのどっちがいいの一日どれぐらい走ればいいのいやで歩いた方がいいのじゃあ歩くなら何時間歩いたらあの健康にいいのどうやったらダイエットで痩せるのバナナ食べればいいのヨーグルトダイエットココアダイエット何ダイエット玉ねぎえ何 のの皮を染じるるとと糖尿が治るのとか何でもそうですよもうほうれん草食べればいいのか何食べればいいのかあのきりがないけどこういう話を聞いて正しいか正しくないかはあの絶対正しいわけではないけどもこういう話を聞いて参考ににするにはいいと思うであのその話を聞いていいとこ取りして自分のセルフケア ホームケアが重要なんだ、ね、ホームケアはやっぱり僕がその人の家に行って歯磨き指導と食生活と歯磨きの仕方全部見てあの指導するわけにはいかないから毎回の定期健診の時にこんな感じの話をしたりモチベーションをすることによってまたその患者さんのやる気を出してですねそれで一生懸命セルフケアホームケアの 啓蒙すすするやった方がいいいででよこうしてないですかまたタバコ吸ってないですかまたなんか酸っぱいものめちゃくちゃ飲んでませんかまたなんかコーヒーに砂糖入れて一日中一日中だら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 砂糖入りのポテトチップスをもう完食しまくってますねと歯磨きはもう全然してないですねあのなるべくしてくださいってあのダメ出しばっかりされても嫌ですけど なるべくだったらで逆で逆すよいいですねいいですねいいですね良くなってますよ良くなってますよその域ですよじゃあまたカリエスリスクが低くなったんで半年に1回でいいですよ1年に1回でいいですよねその時によって定期検診をねそれでいてもっと AI が発達すればもう勝手にねピピってウォッチ見たらですねあのなんとかウォッチを見たらですね 定期的にあの6ヶ月経ちました1年経ちましたあの人間ドックと歯医者さんに行ってくださいみたいなねあのあとは学校だったら学生の歯科検診が健康診断があの1年に1回なんだったのが1年に2回になりますとかねそうやってどん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 国の方も健康促進生命保険でも僕の入ってる生命保険はあの1年に1回人間ドックを受けないとダメっていう生命保険に入って。 だからもういやでも,もう生命保険行かないとダメな保険に入ってたりしますねまあそんな感じであのー、もう40分話してますねまあそろそろ話を切り上げた方がいいと思うんでそろそろ終わりにしたいと思いますダラ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 あの話してねダラダラ食いじゃないけどダラダラ話して申し訳ないです、えー、食生活大液変でした予防歯科ちょっと予防歯周予防も ありましたけれども、まあそれ辺を2回目で話してみました。次またちょっと色を変えて話したいと思います。ご視聴ありがとうございます。高評価ボタンよろしくお願いします。えー、チャンネル登録もよろしくお願いします。2023年です。えー、よろしくお願いします。